今日皆さん企画は聞いてないですよね。聞いてないよ。聞いてない、ね、それではタイトルコールから参りましょう。クイズプラソニカ。大変ありがたいことにプラソニカはチャンネル登録者数を3万人突破いたしました。ありがとうございます。本当に本日はその記念といたしまして、視聴者の皆様にプラソニカをより深く知ってもらいたいということで、プラソニカにまつわるクイズを出題していこうと思いますので、今回クイズに参加していただくチームをご紹介いたしましょう。ご存知の通り、プラソニカは普段シンガーソングライターとして個々に活動しているメンバーの集まりでございます。というわけでございまして、まずは普段ギターの弾き語りで活動しているお二人、生田里奈さんと佐久さん、チームギターソニカのお二人です。よろしくお願いいたします。続きまして、キーボードプレイヤーのお二人でございます。あ、そういうことだよね。鈴さんと哲人さんのチームキーソニカでございます。よろしくお願いします。そして最後は2ピースバンドヤビヤビのちえさんと月川れいさん、チームヤビソニカのお二人です。よろしくお願いいたします。皆様はですね、もう長年プラソニカで活動されていると思います。プラソニカにまつわるクイズは正解して当然でございます。まあ、そうね。プラソニカ愛がここで試されると思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。それではルール説明でございます。まずはこちらをご覧ください。常識今回クイズはジャンル別になっております。好きなジャンルを皆様に一つずつ選択していただきまして、出題されたクイズに答えていただきます。クイズに正解したチームには表示されておりますポイントが入り、最終的に一番ポイント数の高かったチームが優勝となります。ちなみにジャンルとしましては、一般常識、シルエット、カウント、楽器、山手線、ミス、ここだけの話といって、この7ジャンルに分かれて。さあ、視聴者の皆様も一緒になってお考えください。それではまず、ちえちゃん、好きなジャンルを一つ選んでいただければと思います。じゃあ、ジャブとして、はい、じゃあ一般常識、一般常識の10ポイントで、ね、まずね、はい、まずね。さあ、一般常識の10ポイント問題。プラソニカ人気ソングトップ5は何でしょう。ぜひ答えてください。絶対出ると思った。いや、わかる。一番合ってる数が多い人がとかですか。いや、これは5問全部正解して10ポイント。これは当たり前でございます。いや、曲名を正確に全部書いてください。はい、終了でございます。一斉に答えをお上げください。どうぞ。チームリダソニカ、レモン、ラバーズ、恋男、アマゾナ、君とロックを聴かない、フラミンゴ、はいはい、5曲ですね。キーソニカ、レモン、フラミンゴ、恋空と雨音。違う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 、君はロックを聴かない、違う違う、100万回の I love you。 ヤギソニカ、恋音と雨空、レモン、フラミンゴ、君はロックをなんか聴かない。で、ラバーズ。では参りましょう。第5位、スミカでラバーズ。ほらこの時点でもキーソニカはラバーズが入っていなかったので、はい、残念ながらなっちゃう。さあ続いて第4位、あいみょん。君はロックを聞かない。え、ちょっと待ってください、待ってください、待ってください、君はロックを聞かない。ティリッ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 ティ。ということで、君はロックを聞かないでございますので、君とロックを聞かないは間違いでございます。ここで全員不正解でございます。残念すぎる。全員不正解だったらテスト、テスト誰も入りません。残念。え、だってこれ消したらいいじゃないですか。これだから一番簡単だ。ここでつまずいてもらったらこっちも困るんだけど、みんな間違えるから。ハードル高い。びっくりした。続いてはですね、まあ惜しかったのでヤビヤビチームで月川レモン、月川レモン、月川レモン、お好きなジャンルを選んでいただいてもよろしいですか。ちょっと冒険しちゃおうかな。じゃあ山手線の20ポイントがいいです。20からいくんだよ。山手線の20ポイント、はい、ありがとうございます。これから山手線ゲームを皆様にはしていただきます。山手線ゲームって知らないですか。山手線の駅を今いっぱいあるじゃないですか。それをポンポンっていうリズムに合わせて、かぶらずに間違えずに一人一人行っていくゲームでございます。
山手線20ポイントのお題はこれまでプラソニカが使用してきた楽器の名前でございます。あ、山手線ゲーム、イエーイ。ゆうちゃんからせーの、パンパン、ギター、パンパン、ベース、パンパン、ピアノ、パンパン、オカリナ、パンパン、アンデス、パンパン、フルート、パンパン、リコーダー、パンパン、スレーベル、パンパン、クラリネット、パンパン、ウィンドチャイム、パンパン、ウクレレ、パンパン、カホン、パンパン、トランペット、パンパン、サックス。サックスはありません。チームキーソニカとヤビソニカに20ポイントずつ入ります。ゆうちゃん、好きなジャンルを一つ選んでいただければと思います。ちょっと気になってるんですよ。ミス、お、ミス、ミスの10ポイント、はい、問題、まずはこちらをご覧ください。ご覧いただいておりますのは、家入レオさん、大原さくら子さん、藤原さくらさんのカバー動画恋の始まりですが、このカバー動画では夏美があるミスをしています、はい、それは何でしょう。フリップにお書きください。これってちょっと有名っちゃ有名なのかもしれない。じゃあヤビヤビチームから出してみましょうか、はい、ヤビの回答どうぞ。ちゃんがグロッケンを音と違うことを映像でしている。なるほど、グロッケンね、あの鉄筋みたいな全然違うことやつ。そうそう、はい、じゃあ続いてキーソニカの2人どうぞ。夏美がグロッケンの音が鳴り始めた時にやっとマレットを持ち始めてあ、なるほど。じゃあギターソニカのお二人どうぞ。結局なっちゃんがグロッケンを間違えてグロッケンを間違えている。みんな知ってようと知らなかろうとそうなんだろうなって思ってる。全員正解です。問題の映像見てみます。問題の映像を。ハハ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 最多人数のカバー動画は何でしょうか。おー、フリップにもう今、はい、あ、今ちなみにオリジナルの動画 We are always with you が一応動画としては最多人数なんですが、あれはカバー動画には含まれないので、カバー動画として最多人数は何だろうかと。同率はないですか。同率はないです。ないんだ。ヤビヤビから参りたいと思います、はい、ヤビヤビどうぞ。ドラマ、ドラマ、キーソニカどうぞ。ドラマ、ドラマ、ギターソニカどうぞ。ギフト、正解はドラマでした。おめでとうございます。実はですね、ドラマは11人。すげえ。実はその次に多いのがギフトなんです。え、何だろう。続いてはちょっと今最下位のギターソニカちょっと挽回していきたいと思います。楽器の30ポイントの問題、今からカホンで始まるカバー動画のイントロを3曲聴いていただきます。すべてのタイトルを答えてください。1問目はこれです、うんうん、2つ目です。わかんねえ。何が来ますよ、最後です、はい、え、え絶対いっぱいあるでしょ。一緒やんけ、さっきと悩んでます。悩んでます。ギターソニカからオープンしていきましょう。ギターソニカオープン。恋の始まり、オールドファッション、ビードゥ。キーソニカ、お二人どうぞ。恋の始まり、オールドファッション、ポップウイルス。で、ヤビソニカのお二人どうぞ。恋の始まり、つなぎだけから、オールドファッション。全員不正解でございます。いきます、1曲目はこちらでした。こちら恋の始まりですね。2問目はこちらでございました。こちらオールドファッション。2問目の正解はオールドファッション。最後なんだよ。と最後こちらでございました。あー、祈り花。正解はグラレーさんの祈り花でございました。めっちゃ聞いてるのに。
しい。ちなみにオールドファッションとイノリバーの始まりはほぼ一緒。世界よく気づいたね。ヤビーソニカ選んでいただきたいと思います。ここだけの話、ここだけの話。それでは参ります。ここだけの話、30ポイントの問題です。まずはこちらをご覧ください。ご覧いただいておりますのはオフィシャルヒゲダンディズムさんのカバー動画でノーダウトですが、このカバー動画には音松リンクがある仕掛けをしています。それは何でしょう。フリップにお答えください。さあ、いいですか、参りますよ。じゃあチームギタソニカからオープン。扇風機を浴びている。続いてキーソニカどうぞ。扇風機で前髪をなびかせている。ほぼ一緒ですね。ヤビソニカの回答どうぞ。底上げしているミクちゃん。あーどうだ、ヤビソニカが正解意外とね、あのミニソニカメンバーがちょっとね、普段の撮影の時に身長が高すぎて映像に入らない可能性があるので、たまに台に乗ってもらってます。ちいちゃんもなんか似たような理由か。あー、逆のね。ちいちゃん逆にしゃがんでる場合があるんだよ。ありますね、時空を。さあ、ラスト1問。はい、ラスト1問はミス。あミス30ポイントの最後の問題です。問題、まずはこちらをご覧ください。はご覧いただいておりますのはプラソニカのオリジナル曲 We are always with you ですが、この動画では月川レイがあるミスをしています。えそれは何でしょう。お書きください。え知らねえ。キーソニカからお願いします。キーソニカオープン。歌うの忘れた。歌うの忘れた。ギターソニカの2人どうぞ。ギタートロンボーンで髪型が違う。なるほど、それもその説も髪型が違う。じゃあ当事者になりますヤビソニカどうぞ。リハの時は髪をそのままベッてしてるんですけど、本番のカットでは髪を結んでいる。あれ正解でございます。ギターソニカとヤビソニカで30ポイントでございます。一応映像検証をねしてみたいと思います。これでもさ、意外とこの黒いから気づかないんですよね。そうそうそう。まあリハの時と実はあの本番の映像を重ね合わせてるんですけど、リハの時は髪が結んでなかったんで。優勝はヤビソニカでーす。ということでお送りしてきましたクイズプラソニカでございます。ありがとうございました。お楽しみいただけましたでしょうか。今後もですね、カバー動画では細かいところに注目してプラソニカのカバー動画カバーで楽しんでいただければと思います。この流れで細かいところに注意してもらわない方がいい。そうですね、意外とミスが多かったりしましたけどね。今後のカバー動画もね、楽しみにして毎週金曜日に配信していきますので、楽しみにしていただければなというふうに思います。それではまたね。バイバーイ。